建築における表現主義は20世紀初頭にヨーロッパで見られた建築様式である。多分野にわたる表現主義運動の一環として1910年頃のドイツ語圏や北欧で始まった。同時期のオランダにもアムステルダム派の運動があった。初期のモダニズム建築が採用した材料の革新や社会の大衆化に伴う斬新なデザインに特徴がある。レンガや鉄、 ガラスなどの大量生産によってもたらされた新たな技術的可能性にも着想を得ている。これらは映画などの視覚芸術におけるドイツ表現主義運動と並行して展開された。アインシュタイン等表現主義建築の歴史において特筆に値する出来事としては1914年にケルンで行われた第一回ドイツ工作連盟展ハンス・ペルチヒ設計のベルリン大劇場。 そして、オランダのアムステルダム派の運動などが挙げられる。主要な建築物は、表現主義建築のシンボルとも称される、エイリヒメンデルゾーン作のアインシュタイン等、北ドイツ表現主義建築を代表するフリッツ・ヘーガーのチリハウスなどである。当時のドイツは、第一次世界大戦敗戦後の困窮した、経済状態で、建築の依頼は限られていた。そのため、 設計されたまま実現することのなかった作品や短期間のみ展示された建物も非常に多かったやヘルマン・フィンステルリンの形式遊びのように建築学史において重要な位置を占める作品も少なくない。1925年までにタウトやメンデルゾーン、ペルツィヒは視覚芸術における表現主義芸術家たちと共に新則物主義の運動へと転じていった。 これはより実際的、実務的な方法論に基づくもので、表現主義初期の実験精神を捨て去るほどの方向転換であった。以降、表現主義の作風を研修したのは、ハンス・シャローンなどの少数派に限られる。1933年のナチス党の政権掌握以降、表現主義は大敗芸術として非合法化され、運動それ自体は収束へ向かった。チリハウス。 ありがとうございます。